ウィリアム・モロー・フェクテラーは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大将。第二次世界大戦中は、上陸支援部隊指揮官として、太平洋戦線で活動し、冷戦期のハリー・エストルーマン及び、ドワイト・ディ・アイゼンハワー政権下において、大西洋艦隊司令長官、第13代アメリカ海軍作戦部長を務めた。また、美役党の戦いにおいて、 神風特別攻撃隊編成以前に神風的な攻撃に遭遇した経験も有する。ウィリアム・モロー・フェクテラーは1896年3月6日にカリフォルニア州サンラファエルに生まれる。父のオーガスタス・フランシス・フェクテラーは1857年にカール大帝ゆかりの地であるプロイセン王国パーダーボルンで生まれて幼少期にアメリカに移った。 ドイツ系アメリカ人で海軍軍人となって第一次世界大戦前後には戦艦部隊などを指揮し1921年に少々の地位で亡くなった。フェクテラーの一歳年下の弟であるフランク・カスパー、フェクテラーも同じく海軍軍人となったが、父の死から1年後の1922年に航空事故で殉職した。バックレー級護衛駆逐艦のフェクテラーと イアリング級駆逐艦のフェクテラーの歓迎は父オガスタスと弟フランクにちなむ。フェクテラーは海軍兵学校に進み、1916年に卒業。卒業年次からアナポリス1916年組と呼称された、この世代からは太平洋艦隊司令長関係太平洋軍最高司令官や統合参謀本部議長を務めたアーサー W ・ラドフォード。 フェクテラーの次の海軍作戦部長、ロバート・カーニー、空母任務部隊を指揮し参軍統合問題で、海軍を追われたジェラルド F ・ボーガンらがいる。卒業後、フェクテラーは、将位候補生として、戦艦、ペンシルベニア乗組となり、第一次世界大戦参戦を迎える。大戦終結後は、大西洋艦隊勤務、駆逐艦配属、 母校アナポリスでの生徒連隊の指導将校や講師を歴任。1930年から1932年の間は戦艦ウェストバージニアで法術家の副長を務める。1935年には駆逐艦ペリーの艦長に就任。その後は偵察艦隊法術士官やアナポリス講師、戦闘艦隊駆逐部隊司令を務め。 駆逐部隊シリエのポストで1941年12月8日の真珠湾攻撃を迎える。大佐に昇進した1942年から1943年にかけては公開局が改名した人事局で副局長を務め、1943年8月10日から1944年1月13日までは戦艦インディアナ艦長を務めた。 1944年1月18日、フェクテラーは、少々に昇進。トーマス C 近景度中将を率いる、第7艦隊のスタッフとして加えられ、第77任務部隊司令官となった。第7艦隊は、ダグラス・マッカーサー陸軍大将の南西太平洋軍の陸上部隊と共に、ニューギニアと北岸沿いを精神しており、4月下旬には、 ホーランジアを制圧して枠で島も支中に収め、次なる目標は、ビアク島となった。守る日本軍の方針がブレていた感激をつき、フェクテラー率いる第77任務部隊に輸送された第41、不評志願は5月27日早朝、ビアク島南岸ボスネック海岸に上陸を開始する。第77任務部隊は7.5ノットの低速力であったが、 日本軍に全く見つからず、上陸は全くの奇襲となった。フェクテラーは、オーストラリア海軍のビクター・クラッチ・レイ少将を率いる第77.2任務軍及び、ラッセル・エス・バーキー少将を率いる第77.3任務軍と共に火力支援に任じた。5月27日午後、フェクテラーの機関である、駆逐艦、サンプソンは依然として、ボスネック海岸で、 火力支援を行っていたが、その時、超低空で4機の日本機が、舞台に突入してきた。4機のうち2機は撃墜され、残る2機のうち1機は被弾して、第3、最後の1機は、フェクテラーガノル、サンプソンめがけて突入してきたが、被弾の影響で、わずかに外れ、クセンテー SC-699 に命中して、爆発し、損傷を与えた。 フェクテラーは無事であった。この攻撃は、日本陸軍飛行第5戦隊長、高田勝主少佐率いる4機の、トリューによるもので、五国、特攻の先駆けとして、駆逐艦2隻、撃沈、2隻大破の戦果を挙げたと懸念された。フェクテラーは、第77任務部隊と共に、諸隊、レーテ及び、リンガエンとハセサンジ、1945年3月まで、 その職にあった。1945年3月からは戦線を離れ、ワシントンに戻って、再び人事局副局長を務める。また、1946年から1947年にかけては、太平洋艦隊戦艦、巡洋艦部隊の司令官も務め、1947年2月1日付で、中条に昇進した。中条に昇進後のフェクテラーは、 海軍作戦部入りして人事担当の次長に就任し、1950年1月までそのポストにあった。1950年2月1日に対将となって大西洋艦隊司令長官に就任して、1951年8月まで在職した。1951年7月22日、第十二大海軍作戦部長であるホレスト・シャーマン大将はナポリ滞在中に 心臓発作に襲われて急死これを受け、フェクテラーが第13代の海軍作戦部長に任命された。海軍最高位のポストに就いたフェクテラーは、シャーマン時代から続く極東、ヨーロッパ水域及び朝鮮戦争に関わる海軍の活動に関する全責任を引き継いだ。1951年から1952年にかけて、 フェクテラーはヨーロッパに二度アジアに一度足を踏み入れ、その一方では経済状況に応じてホレスタル級航空母艦の建造計画を修正し、また海軍関係者のための福利構成の充実にも尽力した。世界最初の原子力潜水艦であるノーチラスの建造が計画され寄港したのもフェクテラーの海軍作戦部長時代のことである。1953年、 時のアイゼンハワー大統領によってポストの交換が行われ、南ヨーロッパ方面の NATO 部隊司令官を務めていたアナポリスの同期のカーニーに代わってフェクテラーが南ヨーロッパ方面 NATO 部隊司令官となり、カーニーは第14代の海軍作戦部長となった。フェクテラーはナポリに赴いて南ヨーロッパ方面 NATO 部隊司令官の職を1956年7月まで務め、このポストを最後に退役した。退役後のフェクテラーは国防総省における人事報酬検討の特別調査委員会員やゼネラルエレクトリック社に設置された原子力事業本部の顧問を務めた。フェクテラーは1967年7月4日の独立記念日に メリーランド州ベセスダのベセスダ海軍病院で71歳の生涯を投じ、父や弟も眠るアーリントン国立墓地に葬られた。海軍主勲賞は、ニューギニアの戦い及び、フィリピンの戦い、二度目の主勲賞に代わる金星賞は、海軍作戦部長の職務、レジオン・オブ・メリットは二度目の人事局副局長の職務、ブイ・フィジャンツケブロンズスターメダルは、 インディアナ艦長時代の職務に対して、それぞれ授与された。日本の海軍兵学校の卒業年次に、換算すると、黒島亀と早川三木を、松田千明、西田正浦を排出した44期に相当する。ありがとうございます。